メリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グランドバトル、これはいいスタートを切りました。バッシングナイト、この馬も好スタートを切りました。アヤコは前に行きそうです。バッシングナイト、それに続いています。さらにはフリークボード、12番セカンドマドンナ、その後ろミススペイン、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはセカンドマドンナ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアヤコア、その外からセカンドマドンナ、赤の帽子バッシングナイト、その後ろ好位置をキープしています。ロジーナ、その外にアインマシーン、エイコンビッグ、その位置に続いています。その隣にシャロ、その外からクリークボード、内からはダンニングエレガンス、その隣に38-55、その横にゴージャス、最後方にミススペイン、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここでバッシングナイト先頭に変わりました。レインボーカンパニー、ほとんど差がありません。おっと1頭故障発生か。ゴーフォーワンド、ズルズルっと後退しました。場内騒然、レースにどのような影響が出るでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はロジータ、ロジータ先頭、2番手はマヤコア、ロジータ差を広げる。2番手はマヤコア、ロジータ今後輪、段違いの強さです。ロジータ1着、2着以下は混戦です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ロジータ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。飛び出したのはリズム、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してリズム花に立ちます。その後ろからはグレートバニック、この馬も放っていく構えです。さらにはディスパーサル、3番クリミナルタイプ、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはディスパーサル、その隣にサマースコール、その外にサンデーサイレンス、オレンジの帽子リズム、その後ろ内からはグレートバニック、さらにはオーファンシー、内からはイージーゴア、その隣にブライズド。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方からサマースコール、先手を取りましたディスパーサル、この馬もこのグループ、すぐ隣にグレートバニック、その外からサンデーサイレンス、その後ろにリズム、 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からサマースコール、先手を取りました。先頭は依然としてサマースコール、サンデーサイレンス、ほとんど差がありません。ディスパーサル、3番手オグリキャップ、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサンデーサイレンス、ディスパーサル、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってサンデーサイレンス、あと 200m、 先頭はオグリキャップ、サンデーサイレンス必死に追いすがります。イージーゴア追いすがります。オグリキャップ、オグリキャップ1着、2着にはどうやらイージーゴア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オグリキャップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。タケデンファイター、好スタート、内向ガルダ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してタケデンファイター花に立ちます。その後ろからは統計フリート、この馬も放っていく構えです。さらには内向ガルダ、12番大鳥氏、その後ろ後方に控えたのがグレートホーム。では前の方から見てみましょう。内向ガルダ先手を取りました。6番タケデンファイター、2番手を追走しています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。内向ガルダ先手を取りました。6番タケデンファイター、2番手を追走しています。その外にサマージュピター、ピンクの帽子オーケーフリート、その後ろすぐ隣に大鳥シン、シャインカフェすぐ後ろ赤の帽子モッドホワイト、その後ろすぐ隣に
さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭に立ったヤシアンコラム、あと 200m、 一気に後続がやってきた。ヤシアンコラム先頭です。このまま押し切るか。2番手はシルクアイコティヌ、ヤシアンコラムゴールイン。ヤシアンコラム1着、2着はシルクアイコティヌ。これは桁外れの強さだ。ヤシアンコラム長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の丸淵ファーストゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。こちらでは遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。セイウンエンパイア前に行きそうです。これに続くのが丸淵ファースト、その外にカリブソング、その外からキリパワー、バンブーメモリー、好位をキープ、マリエンテ、その位置に続いています。白の帽子野上チャンピオン、その後ろ八重の太夫、その位置に続いています。並んで15番日本ビロブレイブ、赤の帽子立ち馬ホーク、その後ろその隣に桜北東ノースシャトル、すぐ後ろ各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度1番八重の無敵、レースを引っ張ります。その後ろにセイウンエンパイア、さらにはキリパワー、バンブーメモリー、好位をキープ、緑の帽子八重のダイヤ、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気のバンブーメモリー現在先端に取り付いています。前は八重の無敵、2番手はセイウンエンパイア、キリパワー3番手。さあバンブーメモリー前を捕まえられるかどうか。ここで先頭に立った。バンブーメモリー、バンブーメモリー先頭引き離しにかかる。2番手は八重の無敵、懸命に追いすがります。やはりバンブーメモリー先頭だ。あと 200m、 バンブーメモリー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手は桜北東、バンブーメモリー独走、バンブーメモリーぶっちぎりです。バンブーメモリー1着、2着は桜北東、これが世界の実力だ。バンブーメモリー you
ー